YouTube をご覧の皆さん、ご無沙汰してます。ガリからマッチョ目指してる系 YouTuber の達也です。12月ぐらいから体重80キロを目指して食事とかトレーニングをやってきたわけなんですけど、体重がですね 68.35 ということで、始めた時が65キロだったので、約 3.35 キロ増えたということになります。食事取ると70キロになったり、寝て起きると68になったりで、まあちょっとずつ増えてはいるんですけど、まあ今68キロっていうことですね。こんな感じです。で、3キロ、まあ3キロ半、約体脂肪率が変わってないんで、まあ筋肉が増えたのかなと判断していいかなと思うんですけど、この体になってまず思うのは、まあ、T シャツのシルエットが、まあ、自分がもともとすごいガリガリだったんで、ちょっとだけですけど、この辺の筋肉がついたんで、少しだけ男性的な T シャツのシルエットになってるのが、今のところ一番嬉しいことですね。この人が前紹介した通り、僕が今目指している体の人で、テニスのノバク・ジョコビッチ選手です。で、身長が188で、体重がなんか78みたいなんですけど、ちょ最近のなんか雑誌のデータ見たら。で、今僕68なんで、この体マイナス10キロが今の僕の体っていうことなんで、あと10キロで、僕今7月中にできれば目標、まあ、82キロの予定だったんですけど、まあ、78でこの体になれるなら、まあ、あと10キロだとして、で月 2.5 キロずつ増やせば目標に到達できるなと思うと、7月中には難しいかもしれませんけど、まあ、2ヶ月ぐらいで 3.5 キロ増やせたと思えば、まあ、いい線いくんじゃないかなと、まあ、少なくとも筋肉自体はついてきてるんで、何も変化が起きない。今までこの、まあ、目標達成率でいうとまだ 20% ぐらいですけど、今までの努力をあとこう何セット、もう3セットか4セット繰り返すだけで、まあ、このジョコビッチの体になれるんだったら、これやらない手はないっていうか、ゴールまでの距離を意識できた段階になれたんで、まあ、非常に、まあ、ちょっと時間はかかっちゃったんですけど、悪くはないかなとは思ってます。ゴールが意識できるっていうのはすごいそのやる気につながりますからね。時々ですね、こんな風に中間報告を挟んでいこうかなと思います。まあ、変わってきたと言っていいと思うんですけど、一番良くなってたのは、少しだけ攻撃的な性格になったような気がします。とてつもなく相手にしたくないような、取引相手とか会社内の人間でも基本的にはまあ笑顔で接してきた方なんですけど、体のなんか多分男性ホルモン的なのが増えたせいだと思うんですけど、そういうやつは相手にしないみたいな、少し性格が男性的になったっていうとちょっと語弊あるかもしれないですけど、今までこう自分の性格っていうのは、今までのこう自分の経験とかこう育ち生い立ちとかによって形成されていくものだと思ってたんですけど、そこには脳が考えた性格ではなくて、体つきとかなんかそういうホルモンによって考えさせられているっていう部分が少しあるんじゃないかなって、今体に変化が起きていることでなんかそんなことを感じるようになってて、非常に今自分の心というか性格に起きている変化を興味深く観察しているところなんですけど、例えば取引相手となんかやってて、その人が目上だったら今までは僕はどんな理不尽にも耐えてたんですけど、今だったら、まあ、もしそいつが自分よりまずガリガリかどうかを見ますね。自分よりガリガリだったら、まあ、最悪こいつに論破されても後でボコボコにできるみたいな、なんかそういう意味不明な自信がこう湧いてくる感じ。自分身長がちょっとでかいこともあって、もう席立った瞬間自分よりでかいやつってあんまりいないんですよ。だから多分そういうのも手伝って、こんなチビでガリガリに俺が負けるわけないみたいな、そういう変な発想でもないと思うんですけど、
より少し男性的な発想の傾向が高まっているような気がします。で今までそういうの野蛮だと思ってたんですけど、一概に否定できるもんでもないのかもしれないなっていう、人間への興味みたいのがちょっと高まってる感じですね。まあ今そういろんな視点でメタ認知っていうんですかね、こういうもんだ、こういうもんに違いないっていうのから一歩さらに俯瞰的に見て、この人は多分そう考えさせられてるんじゃないかなとか、脳が考えて動いてるんじゃなくて体からも意外と考えさせられて、まあ、考えさせられてるだけなのか、体つきがただ良くなったからそこから来る自信みたいのに支配されてるだけなのか、考え方を今感じているそんな最中ですね。いろいろと中間報告みたいなのを挟みながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。